はい。えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドね、シングルランクマッチやっていくんですけど、ちょ、あー、消えちゃったけど、ちょ、対戦数を見てほしくてこれ、マスターボール級に、ね、上がってすぐ撮影してるというか、昨日のより夜なべして <laughs>、マスターボール級までやったんですけど、マスターボール級に上がるのにさ、普通になんか、20戦くらいかかる体になっちゃったんだけど、おう、や、ーや、って感じのね、人生です。そして、対戦相手の構築も、いーやー、って感じのね、 電気統一。やばいな。きつすぎる。ど、どうしたらいいんこんな。まあ、ガフは絶対投げるよね。相手もそれは分かってるはずで、まあ、ガブリアスをうまく処理しに来ると思っていて、積んでくるのはいないから、まあ、レジェリキの壁展開ではなさそうっていうところで、まあ、ガブハッピは確定で持っていっていいレベルだと思ってるんだけど、 を誰にするかだなタイプ的に当然ウーラー差はちょっとないかな。悪だったら、チマキ悪ウーラー差だったら持ってってもいいけど。<laughs> ガブハビ以外投げる駒いないわ。どうすんだこれ。まあ、ガブリアスで全部倒さなきゃいけない話ある気もする。まあでもどう考えても地場コイルがめんどくさいと思っていて。ピクシーあたりから入っとくか。 なんか高い順位でこう対戦をし続けれてれば、多少こう、なんて言うんだろう。その、このポケモン強いよね、みたいな感じのノリの動画を出しまくれると思ってるんだけど、なかなかね、あの、そういうわけじゃないから結構、厳しい話はあるよね。自爆から来ちゃった、自爆を <laughs>、来ちゃったな。パチンコ、ああこれパチンコドラムいるにしてもガブからでよかったか。認めに対して引けはいいし。 なんかピクシーから入ったんやった気がするなうわぁ、トリックしてトリックめちゃくちゃ押して鉄壁プレスなように思うため。上から通っていて。上から通るのもなんかちょっと意外な気もするけど。直気地箱。直気ピクシーが爆誕したわ。オッケーオッケーオッケー。これは、まあ、ピクシーは残して、 いいのと直気だったらまあまあ別に何でもよかったっちゃ何でもよかったけど一回ハピアスに下げといて鉄壁プレスいや鉄壁プレスだったとしてもちょっと火炎伸ばしてハピアスに引くっていう動き何も成立しないけどまあ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 致し方ないんうーんまあダイジェットでよくなるよなパチンコドラゴン出てきて そうだよね。ガブーをこっち投げないわけないから、相手多分、うん、い地箱処理できるからや、レジエレキだった時が、なんかこう、裏目になっちゃうような感じもするけど、 まあ、大枚切るか。アイスでいい。えー、これ大枚処理できたら多分勝ちだと思うんだよな。相手大マックスしてない。電口は多分打たなく、いやーでもどうだろう。ピクシー見てるからな。ガブ着地できんだったらガブ着地したかったけど、なんかダイジェットに投げちゃうとそれはそれでどうしようもないよねみたいに思ってガブ投げなかったんだけど、普通に電口ならガブ投げたかったな。あー、ガブ投げでよかった。 これは耐えるね。落ちないかな落ちるわけもない感じの話ね。あーなんか、1から10まで悪い方向に行ったって感じだな。いやでもパチンコアラもここまで削れて、だいぶ切ってくるかな。 それによる話もある気がするけど。まあ、一回ウォールで良さそう。相手も大魔切るあ、切るんだ。ジェット押しているだろうけど、ガブで切り返して。地箱は焼けてるからハッピーでも多分見れるっていうか、プレスはおそらくないと思っていい。いや、あの、直気だからあってもおかしい。10万ボルチェンラスカーット1でしょ暇だからプレス入れといてもいい気がするけどな。 まあ、あとりあえずね。ジェット、はい。まあ、ピクシー捨てて、ガブで切り返す感じになると思うけど。ジェット打たれちゃうからなーええー、でもこれジェットだったらは、はあプラニだから耐えないわ、さすがに <laughs>。ダイヤダック欲しいなこういう時さっきのとこダイヤダックから入ってさって言ってもしょうがないけど。 しょうがない。まあ、しょうがないけど。えー、でも、裏、ハピでいけんじゃねレイジエリキやったとしても、物理やったら、まあ、無理だけど。まあまあ、これは関係なくて。これは関係なくて。ねスケールショット打っても、どうせレイジエリキ抜けなくて、 えっと、あ、てか、結局あれか。1時効果になるだけだから。まあ、シンプル、外しばからしいし。パチンコドラゴンを処理できたらね。え遅かった。めちゃくちゃ遅かった、パチンコドラゴンが。ジェット一回してるだろ、こいつ。え、このガブスカーフじゃないよ。普通に助けなんだけど。そん、そんな遅いもんだっけ めっちゃスカーフに見えてそう、相手して。わからんわからんわからん。なんか、なんかこのガブリアススカーフとタスキを兼ねてるな。サンダーいる。サンダーがおる。うん、ハッピーナス投げ。いや、多分一回削ってからハッピーナス引かないとダメなんだよな。さすがに。5発当ててくんないこいついっつも、 ああ、珍しい。三発当てる。急所当てる。えら。事実上5発。これで次のターンこいつ跳ねだから。引こう。OK、でか。全部解決した。いいね。いやよ <laughs> 僕がやりたいのは別にこういうゲームではないんだけど、まあ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 。 えー、で、ここねー、暴風で、ガブ死なな、死ななかったこととかいろいろ考えると、一旦も羽休めなはず、うん。オッケーハピアス盤面に降臨できて、裏地箱だから、で、焼けてるから、まあ、いけたかな。こんな、勝ち方をしててさ、勝ち上がれるわけがないよね、マジで。はいはいはい。 死ぬわけがなくて。これ、地爆盤面出ると地爆が結局一生ちょびちょび削れちゃう話あるから、相手して何も惜しくないと思うんだよね。初手で火炎玉トリックしといたのちょっと良かったな。で、直径だったから鉄壁はとりあえず考えなくていいでしょ。そうなると、プレスのダメージも大したことないから、 あー、まあガブにどっかで引いて別に余裕って感じだと思うけど。まあ海連打していいか。やけどダメージで、ジェワコイルにはお亡くなりになってもらえばいいため。あー、ペレスやッパ持ってたか。どんぐらい入る話にならないダメージだったね。焼けてるおかげで。 まあ、ジョッキアとそりゃ、渡すべ暇になるから、プレス持つ、とは思ってたけど。で、これ、ガフに引いても別にね、なんも、なんも面白いこと起きないから、結局、相手、3打に引いて、長引くだけ、うん。懸命だね。この、5、3は、OK。あー、しんど。はい、そのまま続けて、2戦目やっていくんですけど、なんか、また変なの引いたね。めちゃくちゃ最近、こういう、なんか、わけわかんない、ノリの構築と、当たるように思うんだけど、 えーっとー、あんなかんなガブ投げっていい感じあるのと、えー、サンダーガブラスウラオスじゃない選出。ドヒを投げる理由も別にそんなないし。ああまあ、毒菌しまけたらいいけど、そんなに都合よく物事は進まないから、まあ、ウラオスガブサンダーでいいか。これで。 本来受けまして、こう、タクとか読み合いとかをもうやめて、全部その、受ける動きだけで安定行動して勝とうっていう考え方になってコーチが作られていると僕は思ってるんだけど、あの、な,なんか最近やってて思うんだけどね、攻める動きがめちゃくちゃ、なんかガブサンダー・ウラオスの選手としてる時強いんだよね。まあ、せいぜいハピーをたまに投げるぐらいで、なんか、今更気づいたけどさ、攻める動きってもしかしてこのゲーム安定する ダイマックスがある世界だとなんかまあダイマックスあってもそうなんか受けがねかなり,成,り成立するルールの時は当然受ける動きってやっぱり強かったと思ってるんだけどここまで受けが成立しないゲームやってるとね攻める動きがめちゃくちゃ安定するような感じがするんだよねここ何を襲っかレンチでいいと思うけどトンボ返りも下たさあるけど確認取れるね ガンプ持ってる。こいつのさ、なんだっけ ?Z 技なかった代わりにこいつ普通に殴りながら弱いダメージで殴りながらなんか能力上げるみたいなじゃなかったっけとりあえずレンチレンチで処理効いてる。で、ここでダイマックス切って無理やり倒してきたらガブで上からスケールショットで処理できるかなまあでもドラグ打ってダイマックス側が結局残るからこれがなんかゲームが対面的になってるっていう。 ま、話なんだろうね。で、これ、ウーラオスを残すべきか、残さなくていいかの、ま、話になってきていて、残す理由、そんなないかな。ドリューズも別にガブでいけるし、クレベーサダーでいけるでしょっていうか、どっちかしかいないわけだから、ま、あ最終的に3段を一貫、ドリューズがいるんだったらガブの一貫がある。クレベーサだったら3弾を一貫がある。石炭山もガブの一貫がある。フリーザーも結局、 結局じゃない。ああ、でもその時はサンダーちょっといていいか。って考えると、ウーラオス別にそんなにいらないから、まあ、切っちゃっていいんじゃないかな。トン、ボルチェンなら裏見れるでしょちょっとまずいかな、それは。ちょっとだけまずいかな。ちょっとだけまずいかな。まずいー。なんかすごくまずい。 すごくまずい気がしてきた。ドりえー、サンダーが一番いらないかフリーザーに対して、ガブで打ち勝てるよな。ドラグン、ドラグンとかで。サンダー、サンダーで、ドリューズがまあ困る。いや、でも一発、絶対上から多分、多分だけど、上から自信一発叩き込めること考えると、うーん、裏、いや、裏をちょっと残せるなら残したいけどな。まあ、切るか。 それが安定すると思うけど、いや、10万打っていくんだったらガブ引きたかったね。も、ま、う、あ、も、ま、う、あまあまあ、言ってもしゃーないー。言ってもしゃーないー。瞑想して、こいつ絶対身代わり持ってんだろう。ああ、もうここのダイマックスで、本当に世界が変わる。ね、え、ダイマックスの君。裏もう、裏も、 このゲームめちゃくちゃ対面的なノリになってきてるからさ裏が見えないんだよね本当にダイマックス切ってるに1票あーデカダイマックス切んなくてよかったクレベースクレメンスこれでもウラオス残ってないからちょっとちょっとどころじゃないまずい話あるちょっとどころじゃないまずい話あるつららは耐えるさすがに 鉄壁、いや、鉄壁は座れないな。つららだな。なだれ耐えないっすか耐えるよね、オッケー。クレベース僕使ってたから分かるけどね。え、しかもそれ接触するなの <laughs> 嘘でしょ踏んだり蹴ったりじゃん。クレベースからすると。うーん、ボルチェン押すと、いいかな。いやー、ボルチェンでガブ死んだ場合がやばいか。 えーでもここさ、多分引きうと思うんだよな、まあ、ボルチェン押すわ。いきなりで突っ込んでたら真昼し、うん。オッケー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 。いけるねいける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 。いい流れ来てる。ボルチェン通って、まぁ結構は対して削れないけど、裏見えてるから、何を押せば、まあ、技が一貫するかはよくわかるため。 で、ここ、瞑想はさすがにないわけで、多分、多分サンダー引きが正解なんだよな。クレベースに対する釣り交換にもなるし、コケコを突っ込むならダイマックスでしょその場合多分、バーン絡めてコケコ処理したい感じあると思うんだよな。ここで自信打つの、総計かな。多分、多分サンダー引きで安定だと思うけどな。 ああ、なんか、なんだかんだ通ったわ。なんだかんだ通った感じある。なんだかんだ言って通ってる。通ってる。うーん、コケコに10万売ってもあんましょうがない話でもコケコまあまあ削れてるんだよなちょ、ジェットをダメ消していいえー、あのコケコ多分、 打ち勝てるように作られてるんじゃないかなサンダー削れちゃってるしなえー、どっちがいいんだろうボルチェン押してはちょっと多分跳ね出すためでいいと思うけどちょっと弱い選択肢かな引いたこれ結構出てくるダイジェットでいけてたかここまで削れてたら そういう話もちょっとだけあると思ってるけどえーでもこの h p でこけこう3打止めれないでしょあダイジェットでよかったな多分どっちみちになんかなんとかなった気がするダイジェット打たなかったのプレミアは今3番、うん、回復しないからジェットでいいよねあー待ってここ瞑想 でも、ボルチェンでガブ出てくることかん、いや、クレベ引きでいいか、相手して。なんか、一旦遅かった気がすんな、ダイマックス。いや、穴 HP で3台ダイマックスに弱いと思っちゃったんだけど、ひよったかな。ひよった話結構あるな。瞑想にジェットして。あ、普通に殴ってるんだったら、まあ、これだったらガブ引きでもよかった。まあ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 、まあ。 瞑想されてたたらまずかったねだいぶまずかった話あるな。まあまあまあ、クレベまひってるからな。静電気でな。いや、絶対さっきもダンジェットあった。クレベ対面で。攻める動きは、ちょっとね、慣れてないから、慣れてないわけじゃないけど、慣れてないわ。勝ったからいいわ。OK。マジで勝った理由わからん GG。ジジ